面白い雑誌を買ってきたのでみんなに紹介するぞ。それでは早速見ていこう。今回購入したのはセンスという雑誌。表紙はファレル・ウィリアムスさんだ。特典にはトートバッグがついてるぞ。通常のトートバッグと比べると容量は少し少なめだけど、長細いタイプのトートバッグが欲しかったのでちょうどいいぞ。このトートバッグはヒューマンメイドっていうブランドの特別付録で、アベーシングエイプの元クリエイティブディレクターの2号さんが手掛けるボールドな雰囲気とポップアート調のデザインが特徴的なブランドなんだ。ちなみに表紙でファレル・ウィリアムスさんが着ている T シャツもヒューマンメイドのものだぞ。この T シャツを実際に見てきたんだけど、生地は厚手で表面がボコボコしていたんだ。そのボコボコのおかげで T シャツの色味にムラができて独特な表情ある T シャツに仕上がっていたぞ。生地や製法にこだわる2号さんならではだな。今回のトートバッグもそんなヒューマンメイドの服と合わせたくなるな。2号さんはヒューマンメイドだけでなくユニクロの T シャツ UT のクリエイティブディレクターを担当しているから、去年発売されたカウズの T シャツなんかとも相性いいんじゃないか。取っ手部分は斜めにかけられるぐらい長めで、中にはスマホ用の小さなポケットがついてるぞ。一般的なノートが入るぐらいの大きさはあるから大丈夫そうだな。前に小島春菜さんとヒューマンメイドのコラボ商品が発売されたんだけど、その時今回の付録と同じ型のトートバッグは3500円だったので、雑誌とセットで1500円ってのはかなりお得なんじゃないか。他にもファレル・ウィリアムスさんがプロデュースする今話題の G スターの 3D パンツのスタイリングなんかも載ってたり、ファレル・ウィリアムスさんと2号さんのインタビュー記事なんかも載ってるから、みんなもぜひハブアクションしてみてくれ。本日の動画はここまで。また次回も面白い動画にするから待っててくれよな。